この後は皆さんお待ちかねのゲストコーナーです。その前にですね、この後ご登場いただきますトーイさんで一曲お聴きください。 I wanna go。はゲストコーナーです。本日のゲストはかっこいい女性ロックボーカリストトーイさんにお越しいただきました。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そう、先ほどお聴きいただいた曲もトーイさんの楽曲だったんですけども、めちゃめちゃかっこいいですね。本当ですか。はい、いいんですよ。そありがとうございます。ありがとうございます。 その楽曲めちゃめちゃかっこいいのに、あ、そして見た目って言っちゃあれですけど、外見ももうアブリルラビンをこう押しさせるような髪型です。金髪ピンクでね、かっこいいなって思うんですけれども、ありがとうございます。実際なんかお話ししてみるとすごいチャーミングな方だなという。本当ですか。緊張してます。緊張してます。お願いします。よろしくお願いします。そうでは私からトーイさんのことをご紹介させていただきますね。はい、トーイさんは、音楽プロデューサーアーティスト浜口ユームさんが指導させたレーベル、はい、ザ・レインメーカー第1弾アーティストとして8月1日にデビューされたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。まだ1ヶ月経ってないんですね。そうなんですよ、うん、そうなんですよ、1ヶ月経ってない。そうなんです。フレッシュな感じですね。すごい嬉しいです。あ、こちらに出られることが。あ、そうですね、やっとデビューという感じで、やっとスタートに立てたなっていう感じがしてます。はい。で、この、まあ、番組、まあ、渋谷クロス FM 渋谷ボイスというんですけれども、まあ、番組名、曲名にちなんで、はい、なんか渋谷といえば、はい、こういったなんかエピソードだったりとかイメージとかって何かありますか。そうですね、やっぱ大都会っていうイメージですけどね、私青森から来てるので。青森から。そうですね、大都会っていうイメージと、やっぱ初ライブが渋谷だったので、
そのイメージですよね。その初ライブで、あの今のプロデューサー浜口優夢さんに出会ったんですよね。それでプロデュースしていただくことになって、なんか運命の地でもありますし、今もこうやってあの、ね、ザ・レインメーカーから出させていただいて、すごい嬉しいですよね、はい、渋谷大好きです。いつもライブしてま す, い, ますいつも渋谷でライブをしてるし、はい、プラス初舞台が渋谷 で, そ, うなんで、そんなプロデューサーの浜口さんと出会ったのも渋谷だった。そうです、出会ったのもなんかすごいご縁ありますね、渋谷に。そうなんですよ、常に渋谷にでもいますね、ライブとかいつも渋谷でやってるの で, で、ね、じゃあもうここの曲のこともご存知いらっしゃった。もちろんです。あのすぐ近くの、ね、渋谷アンダーディアラウンジさんでいつもライブさせていただいてるんですけど、はいはい、ここよくね通るんですけど。そうですね、ここの道必ず通りますもんね、はい、アンダーディアラウンジ。ドキドキしながら通って、あ、いつか出たいなと思って、はい、とことか歩いて行ってました。本当にいやー、ガラスマンに憧れるじゃないですか、はい、ね、公開録音というか、ね、でファンの方も今日は外に来ていただいてありがとうございます。嬉しいですね。嬉しい。いや、なんかそういったお話を聞いて、なんか私もすごい嬉しいです。本当ですか。はい、緊張、はい、緊張。でも楽しくお話ししていければなと思うんですけれども、はい、お願いします。そう、デビューシングル、はい、もう8月1日にそのデビューと同時にデビューシングル発売されたじゃないですか。なんという曲名ですか。はい、Today あの街からという曲です。 Today あの街から、はい、うん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 、すごい、あのずっとこのライブとかではね、ずっと歌ってた曲なんで、はい、ファンのみんなね、はい、知ってる曲だと思うんですけど、はい、今回デビューということ形で第一弾として、この私もね、大切にしてきた曲なので、それをね、大好きな曲を第一弾としてこうシングルリリースするのがすごい嬉しいですよ、はい、で実際にどうですか、デビューして、うん、実際にその本当に大事に歌ってきた大切な歌もリリースされて、はい、たくさんの方の、ね、元に届いて、ね、今のお気持ちとかってどうですか。はい、どんな気持ちですか。いや、すごい嬉しいですよね。やっぱ今までこう作り上げてきて頑張ってきた自分と、やっぱみんなが見てくれてた Today をこう世界に羽ばたいていくっていう形になったので、すごいもう嬉しい気持ちでいっぱいですね。なんかそれがすごい伝わってきます。今すごいワクワクドキドキされてるんだろうなっていうのが、いっぱい聞いてもらいたいです、はい、でもやっぱりそのこのデビュー、そしてリリースに当たるまでもやっぱり苦労されたこともたくさんあったんじゃないですかね。そうですね、苦労というか、やっぱ一番好きなことなので、ずっとちっちゃい頃からの夢だったので、はい、苦労というか、はい、私自身はね、そんなにないですよ。本当ですか。もう本当にやっぱり待ちに待った。そうですね、あと当日デビュー日が初ワンマンだったんですよ、はい、でライブとそのリリース日、デビュー日だったので、そのライブの準備とかいろいろこう頑張ったりとか苦労とかはありましたけど、その分やっぱドキドキワクワクが、ドキドキワクワク、緊張しいなので、それが辛かったですね。8月1日までドキドキしてそれが辛かったですね。寝られない日々が続いたりとか。そうです、もう緊張とワクワクとドキドキが、はい、あの大変でした。で今はやっぱりワクワク、その緊張は特に。そうですね、ずっと続いてますけど、その初ワンマン終えて、はい、その Today をみんなにやっぱより多くの人に届けたいので、そのドキドキワクワクまだずっとありますよね、ね、これから、はい、で実際にワンマンライブはいかがでしたか、はい、どんな。いや、めちゃくちゃ成功に終わって、はい、めちゃくちゃ楽しかったです、はい、本当に。やっぱ今までのその Today、あの街からの曲のコンセプトでもあるというか、私がこう上京してきた、はい、でそれでロックミュージシャンになるために頑張ってきた葛藤を歌ってるので、そのセットリストもそういう感じにして、本当に考えて、セットリストも考えて、いや、それもやっぱりファンの方々にね、伝わったんじゃないですかね。そうだと思います。喜んで、ね、いただけてすごい嬉しかったです、はい、なんか本当に楽しく、純粋にこう歌が好きで活動されてるんだろうなっていうのが、すごい今のお話だけでも伝わってきました。本当ですか、ありがとうございます。いや、でも本当に、すごい褒めていただいて。この曲と、まあ、アーティスト写真のビジュアルのイメージ、はい、まあ、結構もうガツガツのロックボーカリストって感じなのかなって思ったんですけど、まあ、本当に純粋に歌が好きで、好きで、ね、で本当にワクワクドキドキしながら、はい、もう歌ってらっしゃる遠井さん、なんか可愛いなって今すごい。もういいですよ、まためっちゃ褒めてくれるじゃないですか。いいです、そんな、ありがとうございます。ではここで早速ですけれども、はい、聴いていただけますか、デビュー曲。あ、ぜひ聴いていただきたいです。この曲にはどんな思いが込められてますか、あとメッセージとかって。
そうですね、まあ、私のまあ原点といいますか、はい、私のやっぱ日々の葛藤とか夢を抱いてからの曲をやっぱ綴ってるストーリーになってる曲なので、はい、やっぱみんな誰もがね、あの、うん、壁にぶち当たると思うんですよ、はい、だからそんな中みんななりのなんかね、うんうん、元気になる背中をね押せるような曲になってると思うので、はいはい、元気になってもらいたいと思います、この曲を聴いて。さら、はい、に今回ご覧いただくのはミュージックビデオなんですよね、はい、そうです。でそう、私もちょっと冒頭だけちらっと見させていただいたんですけれども、はい、ありがとうございます。もうこの辺の街並みが映ってるミュージックビデオですよね。すごい親近感が湧いちゃって渋谷で頑張ってきたんで渋谷でこう撮影しました、ライブハウスまでの、はい、あのアンダーリアランジまでの道のりも。そうです、そうです、そうです。そちらにも注目していただきたいと思います。はい、それではトーイさんから曲振りをお願いします。 ありがとうございます、はい、私トーイのデビューシングルです、 Today あの街から。街から出て行き夢を抱いて東へ西へ、孤独なんて慣れてるはずなのになぜか涙溢れてきた。あの街に別れない、空を見上げたら Oh, oh, oh.
い、ご覧いただきましたトーイさんのデビューシングル、はい、Today あの街から、はい、ということでこのミュージックビデオをご覧になっていただいている最中にですね、はい、2人でちょっと泣きそうになっちゃったんですよね。ゆうみさんが泣いてくださるから私はちょっと胸いっぱいになりましたあのそのやっぱり青森から夢を追って東京に出てこられたということで、はい、共感する歌詞がめちゃめちゃあって嬉しいです。私もこう夢を追ってもう渋谷の街本当は嫌いな街だったんですよ、はい、怖くて怖くて怖いですよね。でも今はこう本当大好きな街になって、まあ、遠井さんにとってもそうだと思うんですけれども、はい、一緒です本当に同じ気持ちです。なんか共感する気持ちがあってあとは本当聴いている方々の背中を押す本当勇気の出るような楽曲だなと思いました。ありがとうございました。嬉しいです、ありがとうございます、はい、こちらのミュージックビデオは YouTube でも実際に、はい、公開中です。配信されてますので、はい、ぜひToday あの街からと検索していただきましたすぐ出ましたので、あ、はい、ぜひぜひ皆さん聞いてください。ね、勇気元気が出ない時にね元気これこの曲からもらってほしいなすごい思いました。嬉しいです、ありがとうございます。でゲストコーナー後半になりますけれども後半はですね、はい、そんな8月1日にデビューしたばかりのトイさんの、はいはい、まあそもそもなぜ音楽に興味を持ったのかっていう活動の原点のお話を伺いたいなと思うんですけれども、はい、そうですね、はい、もう本当にすごい遡ってというか、はい、原点に振り返ると、まあ、おぎやって生まれてあのすぐアンパンマン写真やりましたね生まれてねあのからアンパンマンがね、はい、あの皆さん知ってると思うんですけど、はい、アンパンマンちっちゃい時から見てて、はい、アンパンマンになりたいって思いました。あーヒーローになりたくって、ね、そのアンパンマンになりたいっていう気持ちから成長してて、まあ、ちっちゃい時、はい、ピアノ習ったりとか、はい、まあ、音楽に触れ合って、まあ、音楽が大好きだったんですけど、はい、そこから小学校に上がってあのマリリン・マンソンさんとかラルク・アンシエルのハイドさんとかに憧れてですね、はい、ああなりたいと思ったんですね。やっぱ男性のロックってかっこいいと思ってしまって、はい、すごい憧れて、はい、そこからもう、まあ、アンパンマンの気持ちを持ちながら、はい、まあ、一生懸命生き抜く、何のために生まれてってやっぱメッセージあるじゃないですか、アンパンマンの、 あの曲にですね、そうです、ありますね、その気持ちを持ちながらロックを歌おうと決めて東京に来ましたね。なんてこう純粋な本当に幼き頃のあのアンパンマンのかっこよさだったりとか強さを胸に持ちながらその成長するにつれて出会ったロックに憧れたんです。憧れて、はい、なんかすごい素敵ですね。そのきっかけはそうですね、うん、本当にアンパンマンになりたかった。今もなりたいです。今もなりたい、はい、大好きですよ。アンパンマンでも確かにこう仲間を大事にする思いやりがあったりとか、そうですね、なんか理想の男性像って感じです、アンパンマンは。本当ですか。やっぱ自己犠牲でね、みんなに自己犠牲であげるじゃないですか、はい、与えるというか、アンパンはですね、はい、だからミュージシャンとかアーティストの方もやっぱ与えるというか、やっぱ歌い手ボーカリストからにはやっぱ人の心の奥底に光をやっぱ与えたいという気持ちがやっぱあるので、そこはあの信じてずっとやっていこうという決意のもと来ましたね、はい、そう、あとそのロックに憧れたのも、はい、あのラルク・アンシェルさんだったりとか、はい、とハイドさんだったりとか、はい、その、まあ、男性のロックじゃないですか、はい、でどんなところにこうロックの魅力を感じたんですか。やっぱその皆さんそうですけど、はい、ロックってやっぱサウンドもバンドサウンドもかっこいいですし、やっぱパンチがあるというか、まあ、優しい歌も大好きなんですけど、はい、すごいやっぱ自分のスタイルとか魂を貫いてるのがすごい分かって、私も自分なりのスタイルを貫いてきっと死ぬまで貫き通そうと思ったので、そのロックに憧れましたね。サウンドもその精神もすごい憧れましたね。でも生き方がロックなんですね。でもありがとうございます。でもアンパンマンのここ、アンパンマンの、あ、アンパンマンとドクロ大好き。アンパンマンの心を持ちながら、はい、それでも生き方はロックで、はい、トーイさんは貫き通しているということで、はい、で、まあ、8月にデビューほんとしたばっかりですけれども、音楽活動というのは、はい、まあ、その前からもされてたんですよね。あ、そうです、結構何年も渋谷とかでライブ活動しながら、はい、今日にあの至ったって感じですね、はい、でそのやっぱり音楽の活動をしていて、はい、よかったなって思う瞬間とかエピソードとかって何かありますか。いや、もちろんやっぱライブで、あのやっぱみんなの笑顔見れた時とかの瞬間はもう本当にやっててよかったなって思いますし、はい、やっぱそれのために歌ってるので、ライブ終わった後とかに元気100倍になりましたとか言ってくれると、アンパンマンにちなんで、はい、すごい嬉しいですね、はい、これからももっと思っていただけるように頑張りたいですね。
っぱりファンの方々の笑顔というもの、はい、だって言葉が本当にね、支えになってるんですよね。すごい嬉しいですよね。ピカーってもう元気100倍笑顔をね、見せてくれた、すごい嬉しいです。それやっぱり遠井さんがこう、そういったものを発してるからだと思いますよ。そうですかね、頑張ります。もっと頑張ります。それで、まあ、今後、まあ、まだデビューしたばっかりですが、今後のなんか夢とか目標とかってありますか？もちろん夢はね、でっかくいっぱいあるんですけど、はい、今時点の夢としてはですね、やっぱりいい音楽、楽曲を作っていきたいっていうのと、みんなに届けたいっていうのも当たり前にあるんですけど、やっぱライブをね、積極的にやっていきたいので、はい、ライブ活動としてはやっぱもっと大きなところで、ゼップ東京で埋めて、はい、みんなと楽しい、がっつり盛り上がる、楽しいいいライブをしたいっていうのが今の、はい、今現地での目標ですね。でもなんか今、はい、トイさんの後ろにその背景がすごい見えてる気がします。本当ですか？ゼップの、いやいつかゼップ東京で、はい、やりたいですね。トイさんのその元気だったりとか、その心、気持ち、ぜひ皆さん、はい、本当多くの人に届いてほしいなって思いますよね。あの景色をね、あの瞬間のために、まあ、毎日やりたいと思います。はい、で、まあ、今もライブ活動たくさんされてると思うんですけども、近々の、はい、ライブのぜひ告知を、はい、はい、お願いします。まあ、ちょっと先にはなっちゃうと思うんですけど、はい、そうですね、11月13日に、はい、渋谷アンダーディアラウンジさんで私の主催の、ね、ライブがありますので、ぜひ、はい、私の SNS の、ね、も載せると思うので、はい、ぜひチェックして遊びに来てください。11月13日火曜日、まあ、アンダーディアラウンジ、本当、はい、ここからすぐですもんね、はい、歩いて。近いです、近いです、すぐそこ、はい、主催初めて。あ、いつもやってます。あ、主催、あ、いつもされてて、はい、で主催のライブが。そうなんですよ。じゃ、たくさんいろんなアーティストさんも呼んで。あ、そうです、オファー中ですね、今。あ、そうか、はい、でもあと2ヶ月ちょっとありますもんね。はい。じゃ、こちらはぜひその遠井さんの SNS チェックしていただきたいと思うんですけれども、ぜひ遊びに来ていただきたいです。はい、SNS は、はい、たくさん遠井さんされてますもんね。あ、そうです。なんか連携っていうんですか、はい、なんていうんですか、一緒にツイッターで投稿しても、はい、なんか一緒にできるようにやっぱ皆さんに見てもらいたいので、だからどれでもツイッターでもいいし、はい、フェイスブックでも良いですし、はい、インスタでも載せてるので、はい、ぜひ皆さんのなんかやりやすいやつで見ていただけたらなと思います。はい、そこからの予約チケットとかも受け付けるので、はい、コメントとかメッセージ待ってます。はい、ぜひ遠井さんの SNS チェックしていただきたいと思うんですけれども、そう、こちらはあれですよね、 YouTube の、まあ、遠井さんの、はい、チャンネル の、はい、の動画一つ一つの説明文のところに、あ、あります、全て SNS が載っているということですので、そうなんですよ、まあ、まずはやっぱりその YouTube ミュージックビデオ、はい、見ていただきたい、フルでね、街からを見ていただいた後に説明、あと紹介文をクリックしていただいて、そこから SNS 飛んでいただいて、ありがとうございます、チェックしていただくのが一番かなと思います、はい、あ、そうだ、あとこのミュージックビデオ、はい、まあ、先ほどご覧いただきましたミュージックビデオが全国のテレビ、そうなんですよ、通してでも皆さん見れます、はい、ね、はい、あの全国じゃない、全国音楽情報テレビのミュージック BB というあの番組で、あのミュージックビデオをね、あの紹介していただいてるんです今、はい、全国 で今2週目に突入しまして、そうですね、本当に全国各地の、はい、まあ、ローカル局だったりとか、はい、東京だと東京 MX で、ね、あ、そうです、そうです、流れてたり、今日だと千葉とか、千葉テレビとか、うん、でも近くの人は見れるんじゃないかと思いますので、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、本当にミュージックビデオもたくさん見ていただいて、この番組も見ていただきたいなと思います、はい、すごい嬉しい、ありがとうございます。いや、もうお時間があっという間だったんですけれども、もう、とか最後に、はい、ファンの方、リスナーの方々に何かメッセージございましたらお願いします。あ、はい、いや本当に、私のデビューシングル、トゥデイの街からぜひね、聴いていただきたいっていうのと、はい、あとやっぱりね、ロック大好きなので、ライブでみんなとがっつり盛り上がりたいので、ぜひ一度はね、来たことない方も一度は遊びに来てほしいと思いますので、あの11月13日、はい、今決まってるのはそこなので、詳しくはね、私の SNS でチェックして予約して来てください、はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日は本当に楽しい時間をありがとうございました。あっという間だったんですけれどもね、はい、最後まで聞いてくれてありがとうございました、はい、ぜひまた遊びに来てください。はい、ぜひ、いいですか、はい、もちろんです。また来ます、お待ちしております。はい、ということで本日のゲストは改めまして、女性ロックボーカリストの遠井さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ロック大好き遠井でした。それでは来週またこのお時間にお会いいたしましょう。お相手は私佐藤由美と
ロック大好き遠いでした。ありがとうございました。バイバイ。